リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの八嶋です。よろしくお願いします。今日は、二の腕を鍛えていきたいと思います。女性に多いお悩みの一つとしてこの二の腕のたるみとか、よく振り袖って言われる部分ですねの、引き締め効果というかのトレーニングをやっていきたいと思います。で、テーブルを使った、プッシュダウンをやっていくんですけど、やり方としてはグッと、ケーブルを引っ張ってきていただいて、ちょっと体を前傾気味にします。で、この時しっかり脇は閉じて肘は固定したまま、で、これがスタートポジションになります。で、ここから、肘を伸ばしきるような感じでグッと引いていきます。で、曲げる、伸ばす、曲げるの繰り返しになるんですけど、ポイントとしては、脇をずっと締めたまま、だんだん疲れてきたらこう開いてきてしまったりとかっていうことがあるんですけど、しっかりグッと閉じたまま。で、あと肘の位置ですね。肘の位置はずっと固定したまま、このまま伸ばしていくっていうようなイメージになります。で、ここの腕の外側の筋肉を鍛えることができるので、早速やってみたいと思います。感じになります。完全にしっかり肘を伸ばしきるところで、腕の外側の筋肉がギュッと縮むような感覚っていうのを意識しながらやっていただくといいです。で、ちょっと軽いなって思うぐらいの重量でいいので、15回から20回とかちょっと回数も多めでやっていただくと効果的かなと思いますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。